皆さん、こんにちは。剪定作業において道具はとても重要ですね。私も若い頃はハサミの鋼の硬さや音などにこだわりを持っていましたけれども、長年手指を酷使することで筋や筋肉を痛めてしまったりしました。高齢者の仲間入りをするにつれ筋力の低下も感じます。そこで今回は、行きや精細はさておいて、体にあまり無理のない剪定バサミを紹介したいと思います。筋力の衰えてきた高齢者や、手が小さく握力が少ない女性の方でも、少ない負担で使えるのではないかと思います。これは普段私が使っている剪定バサミです。今回まずご紹介するのは、このロータリー式と呼ばれる剪定バサミです。黒いグリップの部分が手の動きに合わせて回転するようになっています。枝が切れる瞬間に一番力が入る位置にグリップが来るようになっているようです。メーカーさんのお話を聞いてみましょう。そうですね。これは違うよね。アルスさんじゃないよね。違いますね。そうですね。これもさ、ちょっと面白くてね。このグリップがさ、ぐねって動くことで、なんていうのかな、そうですね、切るんだよね。この動きをこういうふうに、ね、これ実はアルスにもあるんですよ。ある？あ、そう。実はアルスにもあって、この機構はね、優れてる、うん、って言うんだけど、意外と使いにどれ、この黒い部分が、黒い部分が回るんですよ。動くんだ。今日ちょっと実物は持ってはないんですけど、インチ3サイズ、VS シリーズ、へえ、あるんですよ、ある、うん、実はそれで、うん、それも一応省力になってましてね、うん、って言うんだけどね。まあ、これでいくと、その本来このハサミは、うん、このまあなんていうんですか、こう手を滑らせて、はいはい、まあ位置が変わってるんですよ、実際このここの位置が滑らせてっていうか、こう握ってて、切ってる時の握りと開いてる時の握りの場所は違うんですよ、ね。うん、そうだね、はい、まあ、そうしないと開かない、うん、でなのでやっぱりこう切る時に一番いい力が入る位置で握れない、うん、握りにくいっていうのがあるんですけど、やっぱりこちらと回るところはずっと同じ場所にこのグリップがあるので、はいはい、開いた時とこう一番力入るここのところが、うん、同じ位置にあります、ね。ああ、そういうことでやってるのか。まあ、一番力の入りやすいポジションで握れるという、うん、グリップなんですけど、うん、まあ、やっぱりこちらに慣れてる方は最初のうちはちょっと落としそうになる、うん、そうだよね。そうなんだよ。ちょっと感覚変で。違和感はあるというのはよく聞くんですけど、そう、これここ握り直すときに遠いんだよね。すっげえ。それ多分この開きが大きいんでしょうね。大きいの。だからすっげえ使いにくいの。これが届かないんだよ。ここほら、こうやって握り、はい、そこねえんだよ、これ。そうです。ちょっとこれ大きいですね。そうなんだよ。これ、どこのだっけな、どこの、わかんの、これ。ああ、ね。フェルコ。フェルコで。やっぱり海外の、しますね、いや、フェルコ、うん、まあ、海外のやつは高いんですよ。あ、もうここは金属が違うでしょ、これ、ジュラルミンとかそういうやつでしょ。ああ、全然。多分そうだと思うよ。そうなんですかね。単なるアルミものじゃないような気がする。わかんないけど。海外のやつ高いのはやっぱりどうしても、うん、こう輸入してっていうのをやってるんで、はい、高いのはあるとは思うんですけどね。そう。これはやっぱり使いにくくって、だから外人の手なんだよね。そうですね。サイズはそうなってると思います。ね。そう。外人なら届くんだろうけどさ。そう。んで音しないじゃん。そんで、もうなんかそれこそ予備道具で、アルスのこれはすごい、うん、もうちょっと回転も滑らかな、あ、そう、うん、結構使いやすくてね、やっぱりただね、最初は皆さんおっしゃるんですよ、うん、ちょっと違和感、違和感ないろいろ言うんですけど、最近ちょっとやっぱり、うん、女性なんかにはいい、そう、まあそうですね、省力になるのはなります、この高齢者向けとか7インチということでした。実際に枝を切ってみましょう。これは枯れ枝なのでかなり硬いです。枯れ枝ですから結構硬いですね。結構
っちからやります。今までのでやると最後のカチンの時に指がカツンってきて痛いですね。アンビル型はどうでしょうか。まあこれが一番楽ですね。こう当てた時にもう刃が入っていく感じしますね。まあ元の方で切るとかなり楽です。全然違いますね。今までの自分のだと元で切って元で切ろうとすると手がこっちに滑ってくるんですよね。余計力入らない。本当はもう遠いところで握った方が楽なんですけど、もう指が遠くなるから力入らないですね、どっちにしても。まあまあ、俺最近ほら講習会やる機会が結構あって、でやっぱりお年寄りとか女性の方たとかがすごいこう苦労してらっしゃるのね、はい、そんで本当は切り戻しって言って奥の方の太いところで切れって言うんだけど、どうしても細い枝に逃げちゃうんだよね、はい、細い枝でなんとか処理しようとしちゃうから、はい、それを直したいんだけど、その太いの切ってってなかなか言えないんだよね、はい、もうこんななってやってるから、切ってほしい。それをなんかそうそうそう切りたいとこで切れるっていうのが省力で言うと、ね、欲しいなって。最近発売したやつでね。あ、ラチェットなの？あ、違うの。ラチェットじゃないんですよ、うん。アンビル型になってましてね。はい。刃がこういう形状になってるんですよ。ああ。はいはいはい。まあ、従来の先手バサミっていうのは、この下刃と上刃があって、うん、この刃と刃が行き違って、切る、まあ、バイパス式という式なんですけど、うんはい、アンビル式っていうのがありまして。うん、はい、あるね、こういうハサミね。こう、刃とこういう形になってます。うん、受け刃の方に多少厚みも出しといて、うんうん、刃は上から落ちると、うん、でそうすることによって刃をこう、うん、両側から刃を切ってあるんですね、うん、刃先が 両切りの刃になってる、うんはい、この、バイパス式の場合はね、うん、片刃なんですね。片刃でしょ、うん、片刃なんですね。さらに刃と刃が合わさらないので、うん、交差しないので、うん、刃を薄くできるんですよ。こっちの刃よりこっちの刃の方が薄くできるの、はい、これは、まあ、刃と刃が行き違っていると言いながら、うん、横にも力が働いているので、うんはいはいはい、やっぱりある程度薄くしてしまうと、うん、こう刃が折れてしまうので、うんまあ、なので、うん、このアルスのこの手羽先で、まあ、15ミリが一応対象の最大の直径だったんですが、うん、このアンビル式っていうのを採用することによって25ミリまでいけるようにしてます。はあはあ、でもなので今のお話からいくと、うん、25ミリの枝を力いっぱい切りに行くんじゃなくて、うんうん、今までこのハサミを使って、はい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 、例えば10ミリぐらいの枝を切ってたのが、うん、力がこんなにかかってたのが、うん、このハサミで同じ太さを切ると、うん、力が約半分ぐらいで切れますよという位置付けのハサミなんです、うん、お値段的にはどうなんですか。ジャックリーで若干これよりあでもこれプロなんであれなんですけど、まあ、これぐらいかな。これよりちょっと安いかもしれない。え、安いかも、ね、安いと思う。これえそうなの。多分これ結構ねいい刃を使ってて、カルゾーバっていうの刃を使ってる、まあ、刃にすごいお金がかかってるやつなんです。これ使いやすい、まあ、これより若干安いぐらいやと思います。あ、そうなの。します。元で加えられるっていうのがすごいですし、ここで切ったとしても切れますね。元で加えるとかなり楽です。枯れ枝ですからね。生木だったらこれも枯れ枝が、これ生木ですね、うん、この感じアンビル型ね、今までの、うん、まあ音はいいですけど衝撃は結構きます。で VS7R これカレーだ、うん、楽ですね今のより、うん、まあそこそこ力入りますけど。でアンビル型全然手の位置変わらないですね、うん、これは楽です。非常に楽です。あとは細かいところで切れるかっていうことですけど、ちょっと切り残っちゃうんですよね、ここが厚いからね。
こういう部分は大丈夫ですね。コジットで切ることはできます。こう切れますね。ちょっと硬いな。これもやっぱり奥で加えたい。奥で加えてもまあ大丈夫ですね、うん、一番力いらないのはアンビル型ですね。これです。でこれがなんだっけ、あ V8 プロってやつですね。これもアルスですけどね、V8 プロ。これはどうかと、これはね割と切りやすいんですよね。割と気に入ってるんです。まあこの形状もね非常にフィットするんで。あでもちょっときついですねこれね。あきついね。今まで普通に使ってましたけど、やっぱりこのアンビル型を使ってしまうと全然楽ですね。アンビルの方がね、うん、これがその次に楽かな。小さいくせにね。これなんか手のサイズにちゃんと合った大きさなんですけど、これじゃあ私小さいんですけどね、それでも切った感じはやっぱり抵抗がありますね。それに至ってはやっぱりきついな。きついですね。切れなかないけど、あもう無理だな。無理しちゃいますね。このぐらいがせいぜいかな。うん。省力化ではこれですね。やっぱり。元まで加えられるからこれが勝ちです。これがチャンピオンですね。1番、これ2番で次がこれ3番だな。3番、4番で5番、5番になっちゃった。いつも使ってるやつ、うん、これはサイズちっちゃいやつですね。もともと手に合わないんですけど、まあ女性用です。その上に君臨するのがこいつですね。これはもう親方ですから、ね、こんな順番ですかね今のところは。これはまあ他メーカーなんで置いときますか。こんな感じですね。カレーダーはどうかな。カレーダーはこれさっきね、いつも使ってるやつ試しましたから、これですね。やっぱ硬いですよ。カレーダーは硬い。うん、これよりはこっちの勝ち。で、これより、やっぱこれがすごい。これがすごいね。なんといっても、遅いバージョンでも、あんたが大将ですね、やっぱりね。はい、そういうことで順位が決まりましたので以上です。省力とか軽量とか、うん、そちら方向向いてますんでね、うん、でまあやっぱりあの使われる方がだんだん高齢化になってきて、はいはいはい、でも女性の方も使う方も出てきてて、うんまあ、やっぱりちょっとでも軽く、ちょっとでも、うん、あの力、うん、そうですね、衝撃も少なく、そうですね、っていうようになってはいてるんですよ。そこはね、そう、わかる。最後に、7型と8型の大きさの違いを比較しておきましょう。さて今回の私なりの結論ですが、値段と機能性を加味した上で私がおすすめするのはアンビル式の剪定バサミです。
私自身が長年使い慣れた VS 型や S 型を捨ててこちらに移行するかどうかは別問題として、アルスコーポレーションのホームページなども参考にして、どうか良い道具と巡り合ってください。ご視聴ありがとうございました。